殿さん、やっぱり来たよ。にらめやっちまったよ。また来た。これ歴史に残る名曲。僕はこの曲を初めて聴いた時、心臓が打たれ、鳥肌が立ち、衝撃を受けました。皆もきっと同じ気持ちだったでしょう。だからこれほど前に皆に受け入れられるソウルオブファイヤー。見よう見まねで体動かすだけでもとってもとっても楽
張ってくれました。ああ、ソウルオブファイヤー2曲目、これきついね。